お送りしております。プライベートカーセックスラジオ、第5回でございます。今日は2021年1月の4日月曜日でございます。やっとね、正月三が日も終わって年末年始が一段落。うん、まあね、とはいえまたこれでね、普段の暮らしに戻っていくんだと、うーってなるね。今年は、2021年はあのね、不詳経緯熊川、活動、この名前で活動しだして10周年でございますので、アニバーサリーイヤーにふさわしい、動き方をしていきたいと思います。はい、抱負はね、前回述べさせていただいたんですけどね、何しろこの10周年、まあね、本当のところ言うと、その周年っていうことにそこまで大きな思い入れはないんですけど、10年、まあね、何もしなくても10年、過ぎますからね。なんとか今年はそれでもね、こういろんなことがある中でやってきたことの集大成として、まあ一つ大きく、やっぱり音源をね、今年も作ります。これを作ることができるか、完成させられるかっていうのが、個人的には、はい、これにつきますかね。そう、作りたい、前にもなんかでちょっと、お話ししたんと思うんですけど、もともとね、2020年に、作ろうと計画していた、音源のこうね、計画があって、それがね、延期というか、頓挫というか、コロナによってね、で、それをね、今年作ろうと思ってます。タイトルだけはもう決まってて、タイトルだけはというか、まあいろいろ決まってるんですけど、ザ・ダーク・パーティーという音源を今年は作りたい。それ以外にも作るんですけど、このダーク・パーティーを作るのが、個人的にはケイ・クマガワの、総決算、集大成だと思っています。このザ・ダーク・パーティーっていうのは、もう本当それこそ今までに作った全ての音源のね、そのかかる制作方法、録音のやり方、はたまた、デザインで、もちろん曲のクオリティ、全部ね、その今までに作ったもののいい部分、優れておる部分をきちんとこう方法論として体系立てて、ケイ・クマガワっていうのはこういうことです、俺のメッセージはこれだっていうものをこう作りたいという腹積もりでございます。これができたら、もう悔いはないですね。そのために、いろいろまだまだ、もっともっと頑張って気を吐いてやらねばならないと思っております。もうね、やる気の話とかはね、各自それぞれ何とかするしかないので、なんかこんなに好きだってみんなが言い当ててもしょうがないんでね、みんなやることをやるんです。そのためにやっぱこう個人的に、なんだろうな、思うのはね、計画性とかね、
あと、継続性みたいなもの、うん、まずこの計画性をこう担保する必要をひしひしと感じております、うん、俺の一番苦手な苦手なもの、うん、こうね、頭がね、あれなので、こうマルチタスクとかね、あとスケジューリングとかね、時間の割り振りとかね、物事の優先順位とかね、ものすごく苦手で、うん、もうなんか本当にね、みんなが簡単に割り振れるようなそのタスクの割り振りができないんですよ。ね、ライブの一瞬にバッとこう集中力を燃やすことはできるんだけども、こう日々の暮らしの中でそれを割り振っていくっていうのはちょっとものすごく難しいですね。うん、まあそうなんだけど、で完全なそのさっきのザ・ダークパーティーを作りたいっていう話で、このものとしての手触り含めてね、これ俺ケイクマ側っていうものをなんとかこう形にするために、もっともっと高い、サウンドのクオリティだったり、うん、デザインとか、うん、それからコミュニケーションのクオリティ、うん、このあたりがちょっと不可欠になっていくだろうなと、うん、でね、やっぱその計画性の担保のためにはもう一つのその継続してやるっていうことも同じく寛容でございまして、ね、この2つ苦手なんだ。この小学生ぐらいの頃からも苦手でね、そこをなんとか、うん、でもね、少しずつでも、前に進んでね、よりよくしていきたいと、うん、思っております。そうなので、無事もしこのザ・ダークパーティーが完成したら、ちょっと聞いてみてください。はい、よろしくお願いします。うん、いつぐらいできるんだろうね。今年中にできたらいいと、うん、思ってます。それ以外にもね、作りたいものがたくさんあるので、楽しいことをたくさんやりながら、楽しいことを作りながら、うん、自分が楽しいと思えるもののためにね、で願わくばそれを楽しいと思ってくれる人とそれをシェアするべく、しっかりしたものを気合い入れて作ろうと思っています。うん、でそのドキュメンタリーのようにこのラジオを今後使っていけたらなと、はい、思っております。進捗をね、ずっと述べ続けるようなものだから、これ俺の音楽に興味がない人にとってはね、その興味がない人が作っているものの進捗を聞かされる状況っていうのはどうなんだろうねって思うんだけど、逆に言うと俺そのね、あのこの間前回のこの放送でも述べたんですけど、自分が好きな見てるもの、ね、自分が詳しくない、バイクの改造の動画とかをずっと見てて面白いと思う、その進捗具合とかをこうずっと見てたりね、キャンピングカーをレストアするとかってずっと見てるんです。面白いと思って、全然詳しいことはわからないけど見てる、何かあるんだと感じております。はい、なんでね、なんかね、気合い入れてライブで客に届けるのがミュージシャンだって、それ以外のことはすべきじゃないって、もし怒られたら、うん、蹴ったぐります。でね、ライブも、今年、一発目のライブがね、気がつけばもう来週、今週か、うん、今週の日曜日に迫ってきております。
一発目のライブ、2021年一発目は1月10日、日曜日ですね。前の放送でも、触れさせていただいたんですけども、新春三人語り引きとございます。歌い初めというタイトルで、福岡市、中央区草替えにございます。六本松から近いね、六本松のシックスパインズサンドウィッチーズさん、こちらのお店で行われます、イベントに出演させていただきます。昔から親交があるタカっていう、普段はアフリカンパーカッションの全米を叩いている男がおりまして、ガーデナーズとかタカ&トットでやってるタカですね。彼が、初めてギター一本持って、自作の歌を歌いたいというので今年から活動を始めるみたいです。そのデビューライブでございますに参加してね、花を添えに、行きたいと思っております。タカと、それからケイクマガと、それからタカの奥様トットさん、アコーディオンやメロディオン、でガットギターも素晴らしいですね。美しい、音です。でね、ちょうど昨日このイベントのね、打ち合わせがありまして、ちょっとタカとトットさんとね一緒にちょっと打ち合わせをやりまして、で彼、タカがのライブに一曲参加してほしいっていう要請を受けましてね、でその打ち合わせを昨日やってきたんですけど、楽しかったです、ものすごく。いいね、古いトラディショナルソングのカバーなんですかね、その曲だけは。タカがやるのに俺も混ぜてもらって、やります。楽しみです。練習しておきます。こちら、1月10日日曜日、歌い初め、六本松シックスパインズサンドウィッチーズにて、会場が15時半、開演が16時になっております。1500円、要ワンドリンクオーダーとなっております。よろしくお願いします。私の、音源、新しい音源、このプライベートカーセックスも持っていきます。よろしくお願いします。そんな感じで、なんとか頑張っていきましょう。そうですね、今年はっていうか、ちょっとね、いやほんとここ1年2年いろいろ大変だったので、大変だったんだけど、個人的にね、いろいろ、大変なのにことにのたうち回っているのは、今から振り返ってみた時にね、のたうち回ってわーっとなってる状態のままライブをやって音源を作って、そのままわーってなっている、人と会ってもわーってなっているっていうのは、俺はいいなぁと今振り返ってね、自分をね、みっともないけどね、だからなんだろうな、よく俺どういうふうにやるかっていう時にカッコつけてってことを申し上げるんですけども、このカッコつけてってカッコ悪いのと、もうものすごく近いじゃないですか。でカッコ悪いとこをむき出しにしているのがかっこいいみたいな、こうね、そういう熱いこうむき出しのみたいなのもありますけど、だからこれ両方もうね、車輪のようなもので、くるくる回るんだと思います。なんでね、やっぱりそのかっこつけてやるっていうことは、カッコつけることって自分が思ってる自分の魅力的な部分だけを抽出して、人前でその部分だけを演じ続けたり見せ続けたりすることをカッコつけるとしちゃうと、これすぐ限界が
きますよね。俺が思ってる俺のかっこいい部分と、俺以外の人が思ってるこいつこういう部分はいいのにっていうのって絶対違うから、だから何でもさ、俺は何でもさらけ出せばいいとも思ってないし、で究極的にキャラクターを作り上げるべきとも思ってない。うん、行ったり来たり、そのグラデーションで絵を描くんだと個人的には思ってます。でね、誰だって生きてりゃいろんなことが降りかかってくるんだから、その中でね、合う合わないって絶対あるじゃないですか、人もね。で時間のタイミングね、その人の心の状態に今の俺は合わないね、これが半年後だったらぴったしだったとか、これが5年後10年前だったら、そういうのってあるじゃないですか。だから全部が一つにっていうのは、まあね、なかなかの夢物語なんだけども、音源があったりライブがあったり、ものを作るっていうことを通して、そしてその、自分も誰かのものに触れる、アートに触れる、そういうことを通して時間をこうラジオの周波数を合わせるように、チャンネルを合わせることができる、追体験できる気持ちをね、思いをね、そういうものが素晴らしいんだと、信じてやってみます。ケイグマでした。ありがとうございます。I'm gonna lie Say more and more Say that he don't steal Hack that choke at tide ビート、この曲は完成形が先ほどお話しした、ザ・ダーク・パーチに収録される予定です。よろしくお願いします。ありがとうございます。